はい、こんにちは、野方ひろです。いや、最近暑いっすよね。もう夏真っ盛りって感じなんですけど、ということでね、夏といえば怪談、心霊の話をちょっとしたいと思うんですけど、実はね、この動画撮る前に撮ってるんですよ。こうちょっと電気暗くして、こんな感じでちょっと撮ってみたんですよ。で、そうしたら編集しようと思ったんですけど、なんか映ってたらどうしようとか思って、怖くてファイル開けられず、そのまんま削除しちゃったんですよ。ということでね、この明るい部屋で、撮ってみたいと思います。以前僕アメリカに住んでたって話はしたと思うんですけど、もう今から30年ぐらい前なんですけど、当時ハリウッドに住んでたんですよ。で、そこでね、ちょっとね、怖い体験をねしてるんですけど、で、最初はサンフランシスコに住んでたんですけど、大学、ロサンゼルスの大学に行くって決まって、で、それで部屋を探しに行って決めたのがここなんですよ。これ今の写真でまだ立ってるんですよ、僕の住んでたアパート。こうやって見るとね、ちょっと綺麗ですけど、当時の部屋の中はね、こんな感じで、結構ボロいっていうか、なんかちょっと怖い感じするでしょ。で、ここに住んでたんですよ。で、それである時、まあ夜だったんですけど、なんかね、隣からかな、声が聞こえるような気がして、なんかね、しゃっくりの音っていうんですか、声っていうんですか、聞こえてきて、ヒックヒックって、それでなんだ、隣の人かなとか思って、こう壁に耳を当てたんですよ。で、そしたらうちの耳から聞こえてくるんですよ。もうさーって感じ、やば、なんで俺の部屋から聞こえてくんだよって。で、だんだんね、ヒックヒックうーうーって、なんかね、すごい苦しそうな声が聞こえてきて、やばい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 、どうしようと思って、それがね、どうもね、ベッドルームの方から聞こえてくるみたいな感じがするんですよ。やべえ、どうしよう、ヒッヒッって、もうずっとううってこううめき声が聞こえてきて、やべえって思った瞬間に、ガタ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 ってクローゼットの中のハンガーとかガタガタ揺れる音が聞こえて、あ、もうダメと思って、そのまんま外に出て、朝明るくなるまでデニーズで過ごしました。で、次の日帰ってきてね、いやー怖かったなとか思ったんですけど、もうなんかその時はすでに半分ぐらい忘れてる感じで、いや、なんか気のせいなんて違いないなとか思ってたんですよ。で、それからしばらくして、僕の部屋に3人ぐらいで集まって、あっはっはっはって笑ってバカ話してたんですけど、その時にみんな一斉に笑いが止まって、今の誰、そう、3人の他にもう一人笑い声が聞こえるんですよ。誰今のって感じで、で、なんかね、もう本当不思議とね、そういう怖いっていう感じじゃなかったんですけど、でもみんなで、みんな聞いてんですよ。まあその時はそれで終わって、だけどもうちょっとここやばいよなって思ってる時に、まあちょうど1年経って契約更新の時にものすごい値上がりしちゃって、いやちょっとそれは住めないなって、そういうお化けのこともあるんで、それでこう引っ越すことにしたんですよ。
で、後から聞いたんですけど、なんかね、ハリウッドって結構ね、怖いとこいっぱいあるんですよね。なんか連続殺人が起きたこう家があるとか、あとは僕の部屋からも見えたルーズベルトホテルってあるんですけど、なんかそこにはマリリン・モンローの幽霊が出るとかね。で、そこの家のまっすぐ裏っていうか裏手に山城っていう日本料理屋があるんですよ。山の上のなんか日本のお城みたいなレストランなんですけど、そこもね、なんか幽霊が出るみたいな話があって、結構ねハリウッドって怖いんですよ。でその後もね、何回かね、なんかそういう怖い体験をして、まあそれもある時なんですけど、車でデニーズに行こうって言って3人ぐらいで僕の家からデニーズに車で行ったんですよ。でそれでまあ帰ってきて、でそれで車降りて、でそれでみんなそれぞれに帰っていこうとするんですけど、一人がね、ヒロさん、ちょっともう少し僕いていいですかって言うんですよ。で、え、何？いや別にいいけど。でそれで僕の部屋に行って、でそしたら彼は、いや怒んないでくださいねって言うんですよ。いや何って、まさか俺の彼女でも取りやがったかこいつとか思ってたら、なんか、いやさっきデニーズに行くときに途中で僕バックミラーを見たんですよ。ちょうど僕のところからヒロさんの顔がバックミラーで見えたんですけど、そこに映ってたのがヒロさんじゃないんですよ。なんかもう顔も人間じゃないっていうか、なんかゴムみたいな感じで、なんか全然違う人の顔だったんですよ。いやそれでもうなんか僕怖くて怖くて、いやそんな怖い思いしたら俺と一緒にいたらやばいんじゃないのとか思いましたけど、そんなこともあったんですよ。でこれってまさかなんかついてるのかなとか思ったんですけど、それからまたしばらくして出かけた時に僕の部屋の鍵がね折れちゃったんですよ。開ける時にポキって。でそれで、まあ、鍵は管理人に行ってスペアキーをもらって、その折れた方の鍵をポケットに入れっぱなしになってて、友達の家に遊びに行った時に車に乗って出かけようって言った時に、その駐車場で、あ、なんだ折れた鍵がまだ残ってたとか思って、そこにポイって捨てちゃったんですよ。でそれでまあその友達の車に乗って、まあ、出かけてまた帰ってきたんですけど、駐車場に入ったらちょうどその僕が鍵捨てたところに身長2メートル以上3メートルぐらいのなんか人の影が立ってるんですよ。今見たって言ったら、他のやつも一人なんかいましたよねでかいのって言うんですよ。もうそれ以来なんかね怖いことが起こらなくなったんですよ。だからもしかしたらその折れた鍵になんかついてたのかなんかわかんないですけど、怖い体験から解放されました。ということで野賀出博でした。じゃあね。お声。